じゃあ今度白子の掃除していきます。国産白子ですね。白子、表の方はこう脳みそみたいな感じなんだけど、裏の方にかなり筋があります。こういう筋、この筋を取っていきます。で、筋をあまりきれいに取ろうとすると全部分解するから、白子の場合はある程度の大きさ、こういう大雑把、大雑把な掃除、こういうのは筋とは見ない方がいい。これを取ってしまうと、もうこれ分解しますから。こういうのはもう今持っただけでも分解しそう。これ今日はお寿司にするんで、これ若干、本当に若干縮んだかなぐらいなる。もう一口サイズ、これ一口サイズで大きいから、大きいなと思ったらもう半分。こういう大物は、この大きい筋根をこう、最初から半分にしようとは思わない方がいいです。そのうち自然と半分になった時に調節した方がいいと思います。どこを取ってるうちにこう剥がれていくんですね。で、持った時にこうやっぱ筋があるなっていうのは分かるから、これところどころまだ筋とか赤い部分、こういう赤いのがあるからボウルに移して
と余分な血合いみたいなものをこう水洗いします。先ほどの白子をこれも湯引き、これも湯引きします。湯引き、さっきボコボコ沸いてたあのお湯、もう沸騰してたお湯です。湯引きする場合はこの熱々のお湯かけたら、あの食材もびっくりして表面だけ硬くなるから、大体沸騰するちょっと手前80度、90度ぐらい、85度から90度ぐらい沸騰したほうがいい、このぐらい入れて、あちってぐらい入れて、あちってぐらい、先ほどの白子を同意に移し替えて、これを一気に横の方から右に向かってドバッと落とすのではなくて、横の方からこう泡に落とさせないように、熱いから少しこう離しながら、これをもう素早く氷水に、これ以上火が入らないように氷水で締めます。これもあと全体的に冷たくなったら、あのザルに移し替えて水をきれいに拭き取っておいてください。以上です。